こんにちは、かくすけです。今回悲しいお知らせをしなければなりません。ですね、こちらのミニットですが、2つほどね、あ、2つじゃない、4つほどね動画を撮っていたんですけども、そのうちの間の2つが消えてしまったというか、録画に失敗してたというかということでなくなってしまいました。で、撮り直そうかとも思ったんですけども、このゲームはね、やっぱ新鮮味があって急いでやってる感じが大切だと思いますので、まあ起こったことをお話ししますと、まずホテルを見つけました。園芸手袋を手に入れて、木を切れるようになったことで進んだ先にホテルがありました。そこのホテルのお客さんを何人か、客引きしました。あとはですね、ボートに乗って、なんか地下室に行ってですね、いろんな家を行き来できるワープゾーンを手に入れましたというところから、次のパート4だったものを、今回パート2にしておりますけども、パート4だったものにつなげていきます。それでは動画をお楽しみください。すみません、間が消えてしまったのが私もすっごく悔しいんですけども、これからね、まだまだねあると思うんで楽しんでいきます。それではパート4の中に入っていきましょう。こんにちは、かくすけです。ミニット続きをやっていきます。よし、 27% だって。どうするんだったっけな、どこに行きたいんだったっけな。ちょっと待って、続ける。あ、違うやん。一旦こっちの方からワープちょっとして家に戻ろう。ワープで戻って、どうしようかな、どうしようかな。はい、工場は、あ、なんか大丈夫か。ここって他の子、あ、多分足切れを手に入れないといけないんだよね。何見てやがる。あ、ちょっと待てよ、やれることがもう思いつかない。でもないでしょ、ホイールとか全然ないしな。いや、どうしよう、どうしようかな、どうしようかな。そう、いや、やっぱ先の方に行こう。洞窟も結局行けてないもんな。ちゃんとキャンピングカーのところは行けないもんね。ホテルは、よっしゃ。ちょっと待って、ね、この人話しかけてない。さっきの子でしょ、カクティが角部屋のスイカにランクアップしたよかったね。よいしょ、角部屋狭いところ、狭いとこが好きなんだろうな。ここはここでしょ。なんとも言えんな、この先は行けないもんな。行けないもんな。どうしよっかな、次。あ、行けないから、汚染してしまったよ。まだ道際の汚染ってか、水を汚染してることを怒ってるんだね。さあどうしよう、さあどうしよう工場の方ちょっと行ってみよう。よっしゃ、どう、じゃあこれで動いてるってことはよくって、これもね、まっすぐ行くしかなかったもんね。ちょっと寒いや。しかなかったじゃない。行ってみるか、いろいろ。ここはいいんだよ、ここはいいんだけども、これオッケーで、あ、もう行ける場所ってないな、他に。あ、こっち行った、こっち行った、いいぞ。あ、こっち戻り道じゃないか。必要だったね。
校はもうないのね。行っちゃったもんな。よいしょ。んじゃあこっから戻ろう。よし、お手入れるな。任務館のところ行きたいんだけどな。ホテルよね。うん、普通の家に戻ってキャンピングカーの方に行こう。神殿探索に行こうかな。私も泳げるようになってから来ればいいのかな。よし、では行きます。キャンピングカーの方へ行って、ここはもういいでしょ。よっしゃ。はい、一旦キャンピングカーを上にセットして、よいしょよいしょ。なんだ。看板屋さんはあの迷子だった人。あ、水を持ってきたいって言ってたね。明日持ってこよう。果てしない果てしない砂漠。石があるから、石沿いに、あ、なんかありそう。よしよしよし、壁沿いにちょっと進んでみよう今度。だけどその前にお水を持って行ってみる。よし、消した消した。うわー、やだ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 。あ、ここで待ってればいいの。やだ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 。あと2発で死ぬ。あれ、なになに、え、この状態で剣を持ってこ、持ってこいということ。うえー、そういうやつか。もう間に合わないだろう。あ、いたいたいた。もう間に合わないだろうな、さすがに。え、でもまた火がつくってことは、どうしようもないな。え、わかんなかった、今の。どうすればいいか。え、なんかハートマークみたいなのついてたけど。ハートマーク？いやー、どうしようかな。いや、次は、長い道を。取ってみよう。こっち、あ、こっちじゃない、触手だ。でもダメかも。やります。下、下ね。よっしゃ、下、下に行って、よいしょ。さあ、急げー。いや、間に合うのかな、これ。ダッシュスーツ、フュージョン持ってない、シュージョンを持ってないとダメなんじゃないかな。ね、引っかかるのが大きいぞ。ちょっと、ほい、ほい。あー、遠い、長い。そいそい。そい。1秒が大きい。あー、8、7、6、5、4、3。あ、これやっぱシューズないと無理。うわー、ハートがある。シューズないと無理だよこれは。うーん、ということはスニーカーショップ行ってもな。え、
そういうものだったな、これは。明日だな。やったね。こういう風に見つけていけば、なんか音楽も難しいけど。コイン3枚だけ。あ、なんなんコイン。あ、地下室へ。あー、気になる。気になるよ。あ、ここ。よし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 。ここが開かれるのか。いやー、いろんな発見があるな、もう一回。知って。ここを引っ張って、内側から、こうだな。あ、ちゃう。あれ？あ、先に出しておかないといけない。はい、一回やられて。まあ、スニーカーショップは近いから、いいでしょ、とりあえず。あ、よっしゃ。壊して、これ上に上げて、いや、ちょっと待てよ。え？あれ？壊すこともできないでしょ？あれ？どうすればいいんだろう？壊したく
絶対悪い人じゃないもんな。どうしよう、次は診断も、もう一回水行ってみるか。いやー、女王の時計を一緒に持っていけたらいいんだけどね。丁寧に行くよ。あ、いた、嘘、びっくりした。これだよ。あ、違うボタン間違えたけど、やっぱ何もできないんだよな。やっぱいろいろ落ち着いてみる作戦行くか。頑張ってこうして、焚き火の音を消して、あ、焚き火の水火を消してみよう。なんもないかな。他に火とかないっけな。足ひれが欲しいんだけど、どうやればいいかな。ここも特に怪しいところはなし。なしか？ここはないか？うん、ないかな。ここもな、お金の道がないような気がするんだよね。どうしようもない。こっち側もね、ないよね、とかね。本当にもうやれることは限られていると。あー、何もできないな。ホテル行こう。ホテルもヒレどうにかして取れないかね。探すの手伝ってくれない？どう探せばいいんだろう。あ、もうこの時間か。どこ？クレジットカードね。財布か何かっていうのがクレジットカードの話なのかな。日当たりがいい。この辺をしてみるか。あ、何もないか。クレジットカードか何かを、財布か何かをなくした。ここなんもないでしょ。どこ？どこだ？困ったぞ。手伝いかん。部屋からは出ない。ミスター。オアシスの幽霊。あ、ちょっと、ここは違う場所だ。オアシスの幽霊、やっぱお水かな。あ、ここは人が隠れてたところね。水は出ないもんな。ここまでしか行けないもんな。なんとかして渡れないものか。橋もかけてもらえないし、ここは戻れないし困った。
ぶって壊したことないな、持ってみれば。おしゃ、ごめん、ごめん、ワンちゃん。あ、やった、コイン発見。よし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 、いろいろ壊してみよう。ちょっと、看板、あ、これポストか。ごめん、助けて、ごめんね。何でも試してみたいんだ、私は今。大丈夫だよ。上の方の草を壊してないかな。一緒に探すのを手伝ってくれないってことだったの。音楽で鳴ればいいのに。あー無理。わ、どうしよう、どうしよう。音楽もないでしょ。どうも鳴らないでしょ。ふー、困ったぞ、これは。くれぐれも気をつけて。いやー、どうしようもないよ。これを返せる。あー、何もできないか。困った。どうする、どうする。水の先が渡れない。あー、困った、困ったぞ。ここはもう水あげても意味ないよね。さすがにね。1分ほど釣りに行って何もできないよ、1分も。あ、あそこに設定してしまった。なんと、でもやれることだからな。あとは、いや、コイン探しだよ、やっぱコイン探しするしかない。いろんなところをとにかく攻撃しまくってコインを探す。すまない、どんどん壊させてもらう。あ、そこね、そこの上の方の部屋も気になるんだけど、いけないのかな。いけないね。一回倒したっていけないよね。
これは。とはいえなんだろうな。よし、71、エリア113、113、8個か、あと2個か。どこ行こう。よかった、シューズ、こっちもどうしようもないもんな。わかんないもんな。わかんないっていうか無理だもんな。まあ、横に運んだりとかね、2個を同時に動かしたりとかできたらいいんだけどね。どうしよう、もう一日ジョーが何もないでしょ。もう一日といえど言っても何も当てはないんだけど、ちょっとカードを探すしかないのかな。とりあえずはそうだな、クレジットカードかな。探してあげよう、頑張って。30秒しかないけど、探すの手伝ってくれない？もういい。ちょっと高い。すごく高い。熱いよって言うのかな。そうなんだよな、絶対ここない。ここの中でもう一回、適当に動かしまくる。よいしょ、すまないね、いつも無視して。よっしゃ、聞け。私も手伝ってくれない？カードっぽいものはどこにも見当たらないけど、隅っこ隅っこまで連れてってみる。違うか。カードだって。あ、じゃあダメでした。そういえばいけないんだった、お水のところじゃ。ダメ、もう無理、もう手詰まり。ゴミ箱も何もなし。痛いよ。ご視聴ありがとうございました。